ありがとうございました。それでは、ただいまより2023年11月12日の条例法座を務めさせていただきたいと思います。このお寺に直接お参りされた皆様にようこそ、またZoom で参加されている方々もようこそお参りしていただきました。それではまず最初に、黙想とお念仏で今日のお参りを始めたいと思います。よろしくお願いします。それでは、皆さんとご一緒に、三喜衛門をいただきたいと思います。Zoom で参加されている方は、画面に映っています。また本堂に、参加されている方は、紫の聖典の10ページ目に載っています。紫の聖典の10ページに載っています。三喜衛門。人参受けがたし今すでに行く、仏法聞きがたし今すでに聞く、好み根性に向かってどせずんば、さらにいずれの性に向かってか好みをどせん、大衆もろともに指針に参謀に帰依し立てまつるべし。自ら仏に帰依し立てまつる、まさに願わくは衆生とともに大道を体現して無常意を起こさん。自ら法に帰依し立てまつる、まさに願わくは衆生とともに深く経蔵に入りて知恵海のごとくならん。自ら僧に帰依し立てまつる、まさに願わくは衆生とともに大衆を通りして一切無下ならん。無常人人未明の方は百千万号にも愛をことかたし、我今検問し受持すること得たり、願わくは如来の真実義を下し立てまつらん。ナマンナプスナマンナプスナマンナプス。それでは引き続き勤行、今日はですね、皆さんと一緒にお昇進偈をいただきたいと思います。紫の聖典だったら17ページだったと思いますけど、17ページになっています。この昇進偈は今日は僧婦でいただきます。 It's page 17. Page 17 on the purple book. You could...is Romanized underneath. また画面にも映し出してますので、昇進偈の奏譜をいただきたいと思います。So Roy 先生, if we could do the wasan. Yes. Okay. No man loves, n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 o man loves.如来南
しぎごほぞぼさずいにじざいせじざいおぶしょとけしょぶずじょどいBye.
유이 묘조도 가즈뉴 만세지리기행원슈 엠만도그고 간세쇼 삼부산싱해옹어 조마조메즈노이 이조조악지그세 지안용아 이쇼명아 젠노도금염무쇼 사요약악 고묘묘거겐이네 가유옹간다이지가이 요자조유공어시 교기진에서 요이다이도약사니 소그조쇼지조락 갱신고가이지나이교 행기안요가이사이 센도슈신하세니 오게니노조벤유 고그주학니유이조버스 가야그사이세슈추 본노조겐스이후겐 다이무겐조조가 온시겐금여부교 내미제마그범문이 신주교조고엔주 센자공강그아그생 옛날조지린행에 계지기조이조시 소근유자그조무이라그이지신지노뉴 그교다이지시시도 그도시 유이가시시
照らすなり。なもあみなむ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 。なそうことごとく光景うかむらぬものはなし真実妙に奇妙せよ。なもあみなむ。なもあみなむ。なもあみなむ。なNamo Amida
改めて、皆さんようこそお参りしていただきました、それでは、まず最初に御三代、聖典からのですね、一部を拝読してその後お話をさせていただきたいと思いますが、今日はですね、
先ほど英語のお参りの時も読ませていただきましたが、歎異抄のですね、一節、第二章の一節を読ませていただきたいと思います。親鸞に起きてはただ念仏して弥陀に助けられ参らすべしと、良き人法然の仰せをかぶりて信ずるほかに別の司祭なきなりと。ナマンダブス、ナマンダブス。今日はですね、少し名前について話したいと思います。実を言いますと、最近雲野大哲っていう先生のですね、もう亡くなられたんですけど、英語ではかなり、浄土真宗の中では有名な先生だったんですけど、その雲野先生が以前法話の中でですね、自分の名前について話された法話があるんですね。で、彼がカリフォルニア出身で、カリフォルニアで育ったわけなんですが、ずっとですね、幼い頃には自分の名前が嫌いだったっていうんですね。なぜかというと、対鉄なんですね、対鉄。でもその、白人の子供たちが対鉄と言いにくかったらしいんですね。で、特にその最後に TSU っていうのがですね、つっていうのが発音できなかったと。だからよく白人の子供が対鉄、対鉄、対鉄、鉄って乳首のおっぱいのことなんですね。で、よくからかわれたって言うんですよ。対鉄、対鉄って。で、だから自分の名前が嫌いだったって言うんですね、小さい頃。で、その話を聞いてですね、もちろん、その対鉄っていう、立派な、感じがあるわけなんですけど、それを知らなかった雲野先生が自分の名前が嫌いだったと。まあ私もそれにですね、非常に自分自身もまさみって、まあ以前話したことあると思うんですけど、私の日本語の名前まさみなんですね。真実を見るって書いて、でそれがですね、日本に、幼稚園と1年生の間日本に行って言ってたわけなんです。家族と一緒にですね、4年間ほど。でその時にやっぱり幼稚園だったらまだ漢字は習わないので、ひらがなでみんな名前書くわけなんですね。でそこで私は名前まさみですから、よくからかわれたこともあるんですよ、ね、自分の名前は女の子の名前だって言われて。でそれが、後になって、私の、両祖父、母方と父方の祖父の半文字ずつ、母方の祖父が、テルミ、テラスに見るですね、正見という仏教読みではですね、で父親の祖父が、マサナリ、マサナリ、信条、ね、でそのマサと、正見の剣をいただいて、マサミもしくは真剣という、仏教法名が真剣なんですね。そういう名前をいただいたわけですけど、まあとにかく名前にはですね、それぞれ願い事があるわけなんです。私たちも、私の長男がですね、ちょうど日本で生まれたわけなんですよ。私たちが結婚して1990年に結婚したんですけど、92年に長男が生まれたわけです。でまだ1992年っていうのは、まあ、今だったらですね、この今皆さんスマホを持ってると思うんですけど、今だったら写真とかですね、ビデオとかすぐそのスマホ、すごい便利な世の中になったんですね。スマホでパッと撮ったりして、そしてその瞬間に世界のどこにでも送れるわけなんです今は。でも当時はまだそういうのもちろんなかったので、ビデオカメラで撮ったわけなんですね。でその長男が生まれた時は日本だったので、うちの実家の方にビデオを撮ろうと思って、で1週間ぐらい、もうちょっとかかったかな、
ずっとやっぱり最初に生まれた子っていうのは大事に大事にするわけなんですね。で名前もですねなかなかパッと来なかったわけなんですね。いろんな名前を考えて、ね、元気くんとかね、いろんなことを考えて、とにかく最終的には正明、画梁って書いてですね、正明って呼ぶわけなんですが、これもお正月の中からの一節で、透き通った音楽の方で、お浄土には透き通った音楽が流れるっていう、そこから取ったわけなんですが、とにかくですね、こちらに入院するとですね、皆さんも経験あると思うんですけど、ここ腕にリストバンドみたいのつけるじゃないですか。でも日本はちょっと違うんですよ。子供が生まれるとですねリストバンドじゃなくてマーカーでですね名前を書くわけなんですよ。だから生田正明って足の方に黒いマーカーで書くわけなんですね。でそれがですね、最初に生まれた子だから一生懸命ビデオを撮ったわけなんですよ、ね、病院で。そしてそれを、実家にカナダの方に送ったわけなんですね。そしたら、もちろん今みたいに瞬間的に行くわけじゃなく、郵便でねこのビデオカセットを送って、それをこっちの私の両親が見てですね、初めて孫の顔を見たわけなんですよ。それがですね、次にその私の両親と話した時にですね、うちの両親がちょっとなんか声が引いてたというか、なんか言いたいのかなって言ったら、そのうちの両親が孫の足のところにえらいあざができてるねと言われて、それで説明しないとダメだったんですね。あざじゃなくてそれはマーカーで名前で、やっぱりマーカーで書いてもそんなきれいに書けないからあざに見えたわけなんですね。とにかくその名前にはねやっぱり自分の気持ちっていうか、この子にぴったしの名前という、願いがあるわけなんですね。それが私たちにとっては、1週間ぐらいかかったね。しばらくは野なめ生田って書いて言ってた。野なめって、ノーネーム。ね、ノーネーム。野なめ生田ってしばらく呼んでたわけなんですが、とにかく1週間ぐらいかかったんですね。名前を、つけるのに。それに比べてはですね、この阿弥陀様の名前、ナモアミダ仏、っていうのがですね、このナモアミダ仏っていうのが名前なんですけど、これは阿弥陀様の五光至唯っていう、五光っていう長い長いとてつもない私たちの想像を絶する長い時間ずっと阿弥陀様が考えた末に生まれた名前なんですね。だからこの一週間の願いどころか、こんな私たちが想像できない長い間に阿弥陀様の願いを込めてできた名前なんですね。でこの、お名号というのはどうしてこれの名前がこんなに時間かかったかというと、その名前の奥にですね、生きとし生けるものを救っていただける働きがあるからなんですね。その生きとし生けるものが救い取れる働きのが備えているので、それだけ時間がかかったわけなんです。だからこそ私たちはただそれをいただくだけによって阿弥陀様の働きをいただくわけですね。ですから親鸞聖人がこの歎異抄にも先ほど申しましたように、ただ良き人の仰せ、これは法然上人のことなんですけど、親鸞に起きてはただ念仏して弥陀に助けられ参らすべしと、良き人法然の仰せをかぶりて信ずるほかに別の司祭なきなり、ね、ただ親鸞に
人と親鸞聖人というのは、楽をしてたわけではなく、20年間修行した上にですね、最終的には自分にはどんなに修行しても自分の働きでは悟りが得られないと。でそこで初めて法然上人と出会った時に、あ、そうか、私の修行によって救われるんじゃなく、阿弥陀様の働きによって自分が救われていただく。ですから、この、阿弥陀様の長い長い間の願いによって私たちがいただくお念仏の御教はですね、通してですね、私たちも、目覚めさせていただくということが、親鸞聖人がこの、南無阿弥陀仏をいただいた時の、ことをこの「歎異抄」で、親鸞が唯円坊に教えているわけなんですね。ですから私たちもその願いをいただき、こうやってお参りしてお念仏を唱えさせていただくことは非常に深くてありがたいことであるということを今日皆さんに紹介させていただきました。それでは最後になりますが、皆さんと一緒に音読賛を歌って今日のお参りを終わりにしたいと思います。今画面に映し出しますので、そのままちょっとしばらくお待ちしていただけますか。はい、ありがとうございました。ちょっと待ってください。はい、皆さんありがとうございました。これをもちまして本日の、条例法座を、終わらせていただきたいと思いますが、最後にですね、アナウンスメント報告が 2,3 あります。来週はですね、10時半から新人様、各新人様追悼、婦人会の追悼法要が行われます。10時半から合同礼拝で英語と日本語を一緒にさせていただきます。そして再来週26日ですねには日本語のマリはございません。Zoom もございません。というのは26日は日曜学校の遠足があって、私が子どもたちと一緒にスタンリーパークの方に行きますので、ロイ先生が午前10時半からここで英語のみのお参りをさせていただきます。そしてその次はもう12月の小月になりますね。12月3日それも10時半から合同礼拝で小月法要を行わさせていただきます。でまた10日にはですね、ここでの忘年会、浄土会って お釈迦様が悟りを開いた日を記念に浄土会というお参りがあって、10時半から合同礼拝して、その後すぐにですね12時正午から
忘年会が行われます。忘年会は隣 の, あのウィスティリアプレイス の, あの会場で、一緒に忘年会を、楽しませていただきたいと思いますが、忘年会には前もってですね、お寺の方に連絡していただければ、自分の、席を取ります。会員の方は25ドルと、ノンメンバーの方は35ドルという、申し訳ないんですけど、何もかも今費用お金が、値段が上がってしまいましたので、楽しいひとときを皆さんと一緒に過ごしたいと思います。よろしくお願いします。 あと25日、今月の25日土曜日になりますが、午後1時から4時の間にですね、ここでチャーメンのテイクアウトだけですけど、チャーメンの、テイクアウトをここで、用意してます。これはお寺のため の, ファンドレイザーとして、チャーメンを作りますので、よければお寺の方、事務所の方に連絡していただければ、自分の分を予約することができます。そういうことなので、これも今後もよろしくお願いします。今日はどうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。Yeah, man.